こんばんは、シエルです。久しぶりのフラディッシュ深夜練です。なんかやっぱね、時間が空いちゃいますね。ダメですね。習慣化してってもね、3日ぐらいでね、すぐ練習しなくなっちゃう。ひー、はい、ちゃんと練習したいと思います。なんだろうね、マジシャンなりたての時はさ、マジックをずっと練習してたんだけど、練習がおろそかになってしまいますね。まあ、最近も私の活動は営業に行きつつ、まあ、YouTube の動画撮って編集してみたいな毎日なんですけど、つい最近ね、頭を悩ませるというか、ちょっと大きなお仕事があって、まあ、やっぱそこが終わるまでは頭の中が忙しいというか騒がしいというか感じだったので、なかなか集中してね、練習したりとかする時間ができなかったんですけど、まあ、それはちょっと言い訳ですけど、はい、ようやくその仕事が終わったので、ちょっとホッとしている日々です。まあ、普段のマジックの営業の仕事はあんまりね、こう悩まなくて、こうワクワクの方が強いんですけどね、年に数回ありますね、結構メンタルまで来るものが。まあフラディッシュ練習もね、1日5分でもねできるんですけどね、なかなかちょっと習慣化できてないですね、まだまだ。この間ね、バックパームショットをね、ツイッターの動画に載せたらね、一つね、アドバイスもらったんですけど、このね、曲げるところ、ここをね、あんまり曲げすぎちゃいけないみたいな、曲げすぎない方がいいですよって言われて、あ、本当かも、そうかも。ありがたいですね、アドバイスもらえるのは。少しだけ飛ぶようになったんだよね。まあ、バックパームショットをね、今年はマスターしたいよね。うん、カードね、同じカード使ってるとね、曲がっちゃうから、ちょっと変えなきゃいけないかもね、何回か練習したら。いや、これさ、バイナリーのカードなんだけどさ、縁がひどい、全然幅違うんだよ。うん、バイナリーちゃんとしなさい。この私の動画見てくれてる方でさ、マジックをやってる方がどれぐらいいるかわからないんですけど、皆さんどれぐらい1日練習するんですかね。私もマジシャン始めた時はさ、結構練習してたんだけど、どんどんやっぱ練習することってね、減ってきちゃうんですよね。新ネタもね、こう増えるペースが減ってきちゃうっていうのがあってね、本当はさ、どんどん新しいことに挑戦していかなきゃいけないんだけどさ、こう安定感のあるものにね、こう、まあ、仕事でさ、営業に行くとさ、どうしても安定を求めちゃうというかさ、最近でもね、こう新ネタをちょっとね、取り入れなくてはいけないね、現場があって、まあ、それでそのね、演目の練習は最近はしてたので、久しぶりになんかマジックの練習してるなーなんて思ったんですけど、うん、ただやっぱね、家で練習してもね、あんまり発見がなくて、やっぱ現場に立たないとダメだなと思って、で、そのまあ起きない仕事があって、そこに向けての新ネタだったんですけども、そのね、2週間前ぐらいからかな、の他の営業の現場でもそれは取り入れて、まあ、ちょっとどういう反応来るかなっていう感じでちょっとやったんですよね。本番やってみなきゃわからないなってマジックは特に思いますね。で、まあ、師匠のね、現場もあって、そこでもその新ネタやらせてもらって、で、まあ、師匠にも見てもらって、まあ、こうした方がいいんじゃないみたいな改善点を見つけつつ、あとやっぱりお客さんのね、こう反応で、あ、やっぱこれは良くなかったかなとか、まだね、その新しく取り入れたマジックも数回しか実際本番でやってないので、まだまだね、改善していかなきゃいけないかなっていうところはあるんですけど、でもやっぱね、こう自分のマジックのレパートリーに入るっていうのがちょっと、うん、どうだろうとは思ってるんですけど、ね、その演目が完成されるまでって数年かかるんですよね。セリフとかもそうですし、見せ方もそうですし、であとはまあちょっとこう、なんだろう、笑い取りたくて入れる言葉のセリフとかも、やっぱどういうタイミングでどの感じで言うといいとかっていうのも、やっぱいろいろ試してみて、
ダメだなダメだなみたいなのが分かったりするんですよね。だからきっとまあ最近始めたねマジックもね、多分 2,3 年やるとようやく形になるかなっていう感じはするんですけど、マジックはいろいろ現場、本番をね何回やって自分のものにしていくかっていう感じなのかなと思います。私のこのバックパームショットはうまくなったのでしょうか。どうなの、さっき一回なんか乗っかった気がしたけど、お難しいね。うん、でもまあちょっと近づいてきたかな。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。引き続きフラディッシュ練習を頑張ります。それではまた。